皆さんこんにちは。ジャパンタイムズアルパー編集長の高橋です。さあ、今週もボケブルカレッジが始まりました。今回はですね、まずはリクエストのメールからお呼びしたいと思います。こちら、康介ママさんという方からね、リクエストのメールをいただいております。映画やドラマなどで、チートオンという表現によく出くわします。浮気するみたいな意味で使われているのですが、チートオンの後ろには浮気相手ではなく、自分の彼女や奥さんが続いているようです。 それからなぜオンが使われるのかも分かりませんぜひ取り上げてくださいとこういったリクエストをいただきましたので今週はこちらこの「チート」「オン」この表現についてね見ていくことにいたしましょうさあそれではまずはこの「チート」この単語からね意味を確認していきましょうこれご存知って方多かったかもしれないですけれども「チート」は動詞で「ずる」をすると。 こういった意味を表すわけですね。例えば、試験でカンニングをしたりとかですね。他にも、こっそりルールを破ってズルをするような、そういったことをチーと、この動詞が表すわけです。まずはこれについてね、確認しておきましょう。 それから、今回問題になっているのは、このチートオンですね。後ろにオンをつなげるとどんな意味になるかって言ったら、これで浮気するって意味になるんです。ただ、ただ単に浮気するんではなくて、誰かを裏切って浮気する。すなわち、オンの後ろには、自分の恋人とか配偶者、こういったものがつながるわけですね。で、その人を裏切って浮気してしまうんだと。ですから、このチートオンってのは、ただ単に浮気すると。 えこういった意味を表すばっかりじゃなくて、まあ、浮気して、その配偶者とか恋人を裏切ってしまうと。えこういったことを伝えている表現なんですねえ。まずはこれについて確認しておきましょう。<music> さあ、それでは続けて、この cheat on。この表現を使った例文をね、いくつか見ていきましょう。まずは、<music> he cheated on. これ使われてますね。チートおんの形です。で、後ろには、his wife ですから、え皆さんもね、意味はお分かりではないかと思います。え先ほど言った通り、on の後ろには、自分の恋人とか配偶者が繋がりますからね。えこういった人を裏切って、浮気をしてしまうとえ。そういった意味を表す表現ですから、まあ、彼は奥さんを裏切って、浮気したと。 えこんな風に言ってるわけですね。えー、先ほど言った通り、チュートオンってのは、まあ、ただ単に浮気するっていうことだけを表すわけじゃなくて、まあ、浮気した結果、まあ、奥さんとかね、えー、恋人なんかを裏切ってしまうと。まあ、こういったことも含めて、えー、伝える表現なんですね。でなかなか日本語では、えー、こういった言い方しないですよね。えー、日本語だったら、ただ単にね、えー、あの人浮気したとか、誰々と浮気したとか、まあ、そんな風にね、浮気って言葉を使うことが多いですけれども、英語ではこのように、まあ、配偶者とか恋人を裏切って、 浮ししてしまったとえこういった言い方することがあるわけですね。では、なぜね、日本語ではあんまりしないようなえ、こういったですね、誰かを裏切って浮気すると。えこういった表現が英語にはあるのか。 まあ一つには、英語圏というのはね、基本的にキリスト教文化圏ですから、キリスト教では結婚するときね、神様の前で結婚を誓ったのに、それにも変わらず裏切ってしまったということは、これ非常にね、大変なことなわけですよ。ですから、こんな風に裏切って浮気するみたいな、裏切りに焦点を当てたような表現が生まれたんだと。と まあそんな風に考えていただければ、皆さん腑に落ちるかもしれないですけれども、結論から言ってしまうと、これは誰にもわかんないですね。そんな風に考えることもできるし、たまたま偶然こういった表現が生まれただけかもしれないですからね。ですから逆に言えば、どんな風に解釈しようと自由ですから、私が今言ったような感じで解釈するのがえ一番ね、分かりやすいと思えば、そんな風に考えていただければね、いいんではないかと思います。 それでは続けて、日本語でよく言うように、誰々と浮気すると。浮気相手を言うような時には、どんな風に言ったらいいのか。続けてこれについて考えていきましょう。これ簡単ですよ。こんな風に、後ろに、with、誰々。こういったものを付け加えてあればいいですからね。with his assistant って言ったら、これで、彼は奥さんを裏切って自分のアシスタントと、 浮気したって言ってるわけです。まあ、この場合ね、on his wife は、まあ、あってもなくてもどっちでもいいですけどね。えー、こんな風に、with を使って表してやるっていうのが、一つの方法です。それから、えー、何も浮気するっていうのもね、そのまんま英訳しなくても、えー、こんな風に言ってやるだけでも結構ですよ。he slept with ま、これで、まあ、あまりね、えー、深い、深入りはしませんけど、誰かと寝る。まあ、肉体関係を持つってことですね。で、その後ろに an、another、え、woman、ー、別の女性と寝たんだと。 こういえば、もうこれでね、彼は別の女性と浮気したと。このニュアンスは伝わりますからね。ですから浮気って言葉をそのまま直訳しなくても、こんな風にね、表現することもできるわけです。というわけで、まずは皆さん、ここまでの内容に関しては大丈夫ですかそれから、先ほどご質問の中でありましたけれども、これ大変いい質問だと思います。なんで恩を使うのか で実はここには音の特徴の一つが隠れてますから、えー、これに関してはね、えー、本日、えー、じっくり見ていきたいと思います。 で、そもそも、恩の一番基本的なニュアンスは何かって言ったらえ、皆さんご存知の通りね、何かの目に乗っかってるとえ。これが恩の一番基本的なイメージなんですけれども、乗ってるから転じて、結局乗ってるってことは、乗られてる側からしたら重みがかかってくるわけですから、え負担になるわけですね。ですから何らかの形で、負担を表すような時とか、もしくは負担からさらに転じて、相手にとっての不利益とか迷惑とか、 こういったことを表すときにも、この on っていうのは使われるわけですね。具体的にいくつか例文を見ていきましょう。例えば皆さんこちらの表現、ご存知かと思います。depend on っていうのは、誰かに依存してるってことですね。この場合だったら、彼は経済的に his parents、両親に依存してるんだと。 さあ今までなんてことなしにね、皆さん見てきた表現かもしれないですけど、結局依存してるってことは、両親にとってはこれ負担がかかってるわけですからね。ですからここで使われてるオンってのは負担を表してるわけです。こんな風にオンは乗っかってるから転じて負担を表すこともあるし、さらにそこから転じてですね、負担をかけちゃってるってことは不利益とか迷惑を与えてると。 そういった意味で、オンが使われることありますよ。例えばこういった文章です。My PC just died。これで、私のパソコンが死んじゃったってことはね、故障しちゃったってことですで。これだけでも意味が通るんですけれども、その後ろに、on me。こういったものを続けることがあるんですね。 でこれでどんなニュアンスを表しているのかって言ったら結局故障したことでこの故障ということが私にずっしりのしかかってくる要するに故障したせいで私はすごく困っているんですよ、まあ、不利益を被っていたりとか非常に迷惑しているんだとえこういったニュアンスを恩が表しているわけですねですから恩はこんな風に誰かにとって不利益とか迷惑になってしまうと そういったニュアンスを表すこともありますよ。他にもいくつか例文見ていきましょう。例えば上の文章、He walked out。これで彼は出てっちゃったってことですね。これだけでも意味は通るんだけど、出てった結果何かって言ったら、On his wife and kids ですから、彼が出てったことで奥さんとか子供にどっしりと何かのしかかってくると。 要するにこの場合、奥さんからと子供からしたら彼が出てくってことが不利益とか迷惑につながってるわけですね。この恩もやっぱり不利益、迷惑え、そういったニュアンスを表しているわけです。え最後に批判がザフォンこれで彼は電話を切ったって意味ですけれどもこれだけだったらね非常にニュートラルな表現ですよ。え電話を切りましたとただその後ろに on me ってつくことによって、電話を切ったことによって、私はこの迷惑とか不利益をこむってるんだと。要するにどんな意味かって言ったら、一方的に電話をガチャーンって切っちゃうような感じですね。そういったニュアンスを表すときに、on me こういったものを後ろにつなげることがあるわけです。このように on ってのはね、何らかの形で負担とか不利益とか、そういった意味を表すことがあるんですけれども、まさにこのチートオンのオンも、それの仲間だと。 えー、こんなふうに考えていただければ、恩を使う必然性というのがね、えー、皆さん見えてくるんではないかと思います。要するに、浮気して、えー、配偶者とか恋人を、えー、裏切ってしまうわけですから、まあ、配偶者とか恋人の立場に立ったら、迷惑とか不利益を受けているわけですね。えー、ですから、チートの後ろに恩が使われると、えー、こんなふうに覚えておきましょう。<music> so, ニュース・ワーズバス・バースのコーナーです。 今週のこのコーナーでは2019年まあ、もなく終わろうかとしておりますけれども今年ですねメディアで取り上げられる機会が非常に増えたとそういった表現を一つですね皆さんにご紹介していきたいと思います具体的にはこちらですねトトさて皆さんこれ何だか分かりますか ?Climate、気候のストライクであるとそんなふうに考えればなんとなくね見えてきたかもしれないですね結論言ってしまうとこれでこういった意味になるんですね 日本語でもストライキって言いますねこのストライクってのは実はこのストライキを指しているわけですねでクライ t e s ストライクっていうことによって直訳すると気候のストライキですどういうことかというと今年これね海外では結構話題になりましたね、まあ、要するにですね自分のところの政府にしっかりとですね気候変動とか温暖化 そういったものへの取り組みを促すためのデモに参加するんですけど、まあ、その際ね、仕事を休んだりとか、学校を休んで、まあ、そういったね、デモ活動に参加するようなこと。そういったことを Climate Strike。こんな風に言ってるわけですねで。ちなみにこちらの表現はコリンズという英語の辞書を選ぶ World of the Year。2019年の今年の言葉に選ばれた、そういった表現でもあるわけですね。で日本に住んでると、そこまでこれ話題になったかなと。 そういった方もひょっとしたらいるかもしれないですけれども、特にヨーロッパではですね、皆様のグレタさんって方がね、国連での演説、非常に日本でもニュースになりましたけれども、ああいった若い人たちがですね、とにかく気候変動に対して、デモとかね、抗議活動に参加していると。で、ま、学校なんかは休むのはね、ちょっと賛否両論あるかもしれないですけれども、そういった学校とか職場なんかを休んで、そういったデモに参加することを、クライマットストライク。 英語ではこんな風に読んでるわけですねさて皆さんからは引き続き、まあ、ボキャブラリーに関するですね質問とかリクエストは受け付けておりますのでこちらの動画の下のね説明文の中にあるメールアドレスまでねお送りいただければと思いますひょっとしたら私が送った質問まだ答えてくれないけどまだかなと そんな風うに、ね、待っている方いらっしゃるかもしれないですけど、非常に、ね、たくさんのご質問いただいているのと、それから、ですねなかなか取り上げやすいのと、なかなか取り上げるのが少し難しいようなご質問もありますので、ちょっとそういった難しいご質問に関しては、こちらの動画で取り上げるというよりは、個別にですねメールを返信することでお答えすると、そういったことをさせていただくことがあるかもしれないということを、ね、皆さんご理解いただければと思います。 さというわけで、今回の内容は以上です。また来週皆さん、こちらのボケビルカレッジでお会いしましょう。さようなら。